はい、どうも柳田です。今回の動画はですね、 CD、DVD の転売についてですね、特に CD のですね、動作確認をするかどうかということをテーマに解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。YouTube のコメント欄からご質問いただきました。春の嵐さんですね、ありがとうございます。いつも参考になる情報を拝見させていただいて感謝しております。ありがとうございます。質問させていただきたく初めてコメントいたしました。たくさんの動画を出していらっしゃるのでお目に留まるか不安ですが、よろしくお願いいたします。止まっております。はい、DVD の出品で再生確認をしていないとのことですが、説明文はどのように書くのがいいのでしょうか。今はまだ私の扱っている数が少ないので、気になるものは確認してから。傷がありますが視聴に影響ありません、再生確認済みですとか書いています。お返事をいただけましたら幸いですということです。春の嵐さん、ありがとうございます。ということで解説していきたいと思うんですけれども、まあ、僕はですね、結構 CD、DVD の転売をですね、かなりたくさんやっております。はい。前々から言ってる通りですね、得意です。はい。現在はですね、年間でですね、年商3000万ぐらいしかないんですけれども、だからあんまりね、偉そうなことは言えないんですが、もうね、10年間ぐらいずっとね、中古品の転売をやってきて、ね、飽きてしまっていて、今ね、こうやって情報発信の方にね、力を入れてシフトしていってるんですね。なので、このリサイクルのね、中古品の転売の方はですね、だんだん縮小させていっていて、3000万ぐらいをね、維持するんじゃないかなというふうに思ってます。で、僕自身の手をあまりかけないようにして、スタッフのね、うちのメンバーにお願いしつつやっていければなということなので、そんな大した規模ではないんですけれども、特に CD、DVD は得意です。で、売上ベースでね、年商3000万前後ぐらいしかないんですが、そのうちの大半はですね、実は CD、DVD から、上げています。はい、なので多少は参考になるんではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。で、具体的にはですね、動作確認をしないと言っているんですが、この理由についてまたですね、改めて解説しておきたいと思うんですが、一つ目がですね、手間とコストの問題ですね。これはもうね、当たり前で、解説する必要もないかなとは思うんですけれども、CD、DVD のですね、動作確認をしていたらですね、一体どれほどの膨大な時間がかかるんですかというような話ですね。1枚その500円とか1000円でしか売れないものに対してですね、何時間かけてこの動作確認をするのかと、もう物理的に不可能ではないかと言えると思うんですね。もうテレビを複数台並べて DVD をですね、こうディスク何枚もですね、同時にチェックするとか、CD プレイヤーをですね、何個もこう用意して各ですね、流して音のその途切れがないか確認すると、音飛びがないか確認するというようなことは、ちょっとね、現実的ではないなというふうに前々から思ってるんですね。なので一切そもそもの動作確認はしません。はい、ちょっと無理があるということがまず1点ですね。そして2つ目がですね、これ価値観の違いと書いているんですけれども、これはですね、僕が例えばリスクを見て綺麗ですよと判断しても、購入者の人が見た時に、いやこれ傷あるよと言われる可能性があるということですね。このね、この価値観の違いが大きい。これはね、見た目の傷の問題とか以外にも、音楽とかになってきた場合、映像もそうなんですけれども、見てね、聞いて、僕自身が全然音飛びないよと、DVD もね、止まることはないよというふうに思っていたとしても、購入者がね、購入者の方にとってみては、いやいや、ここ一瞬本当に 0.01 秒飛んだよとか、この映像 0.01 秒飛んだよっていうふうに感じたというふうに言われてしまったらですね、無理と。ここはね、もう価値観の問題になってくるので、この相違がある限りはですね、永遠の課題だよねというふうに言えるわけなんですね。なので、そもそもの、このね、動作確認する意味がちょっとわからなくなってきますよねというのが、まず2点目ですね。はい。そして3つ目ですね。3つ目、原因がプレイヤーにある場合ですね、音飛び、映像の止まるというような、このね、現象の原因がプレイヤー側にある場合の問題ということですね。で、こちら側で判断して、確認をして問題ないとなったとしても、購入者側のですね、プレイヤー側に問題があった時に、トラブルと問題が発生するということになります。はい。これに対してですね、返品してくださいと言われた際に、こちら側、言われた側としてはですね、そこのね、指摘ができないわけなんですね。はっきりわからないので、もうね、不可避なんですよ。はい。
で特に Amazon とかですね、 Amazon で出品している場合はやっぱお客様主義の部分が大きいので必ず返品しなければいけないというようなことになりますね。なので、この点があるということですね。だからいくら自分たちで動作確認をして問題ないというふうになったとしても、相手側の、ね、プレイヤーに原因があった場合にはこれもね回避することができないということが言えますね、はい。これが3つ目でした。で4つ目がですね、受け取り後に傷がつく可能性ですね、動作確認したはいいと。でこちらで出品するときに確認もしたと、ディスクに全く傷がありませんでしたよという状態で商品をですね送ったとしてもですね、受け取った後にですね何かしらのトラブル、もしくはですね故意に傷をつけられたとしても、全くですねこれをね判断することができないわけなんですね。で出品する際にですね全てのディスク面をですね画像に撮って保管しておくみたいなことはもう不可能なわけなんですよ。でしかもですねディスク面のねこのねキラキラしてる側、あそこね写真本当に撮りにくいんですよ。傷がどれぐらいあるとかっていう判断もしにくいし、ましてやこのキラキラ面のね画像を撮ったとしてもですね、これがねその送った商品と一致するかっていう判断がまずつきませんよね。なかなか難しいんですよね。柄がほとんどないので、ほとんどキラキラしてる盤面上はね大差がないので、これを証拠にして訴えかけるっていうことがまず難しいので、これもね現実的ではないということが言えると思うんですね。なので、こちら側では綺麗だった状態のものも届いた時にね傷がついてるってことを言われたらもう返品せざるを得ないんですね。なので、まあ基本的にはねこの動作確認っていう行為自体が無意味というふうに考えた方がいいんではないかなというふうに僕は思っているわけなんですね。はい。そしてですね、まあ、対策と売り方についてですね、今回春の嵐さんがですねご質問いただいたように、どのようにしてじゃあ売ればいいんですかっていうことなんですけれども、商品のですね説明欄についてはですねあまりですね書きすぎる必要はないんではないかなっていうのが一つですね、実際にその状態を書けば問題ありません。で、まあ、動作確認の有無も書く必要はないんではないかなというふうに思いますね。で盤面上傷がありますとかありませんとかね、多少ありますとか、いう感じですね。でその上で動作は保証するというような形が一番、現実的でいいんではないかなというふうに考えられます。そして売り方なんですけども、もうそもそも傷が多いものは販売しないと、はい、あまりに傷が多いものを販売しない、もしくはジャンク品分けあり品として出品するということですね。返品不可ですよっていうような形ですね、傷がたくさんありますとジャンク品でお取引くださいというふうに書くっていう、返品不可ですよっていうね、そんな売り方ですね。ということはですね、まあ正直言ってメルカリで売ることができないという、返品不可で出品することができないので、メルカリで販売するのはちょっと現実的はないんですけれども、まあ Amazon ヤフオクで売るなら、まあそれはそれなりにできるんではないかなという感じですね。で、気遣うものは売らない。で、ジャンク品で売るということが、まあ、考えられますね。で、最後に返品を前提として販売するということですね。まあこれが一番だと思うんですけれども、まあ、僕はですね、基本的にこのスタンスを取っているというような感じですね。でなので、まあ、ある一定数はですね返品の依頼が来るということを前提に売買転売をしてくださいということですね。なので普段からですねどのように考えていけばいいかっていうと、まあ、CD とかをですねたくさん転売してね売るっていう段階に来たら、もうねこのね一つの商品一つ売れた CD からもう保険としてね50円ずつプールしておくと、30円ずつプールしておくとか、まあ、10円でも100円でもいいんですけれども、いくらかずつね保険としてプールしておいて、このねたまったお金を返品の経費に当てようという風な考え方をしてください。実際物理的に本当にこのお金をね集めて貯めておくっていう必要はないんですが、そういうような考え方ですね、一定数の返品はもう仕方ないとやむを得ないというふうに考えましょう。で経費はもう自己負担で受けると、これがですね CD、DVD の転売の大前提として必要ということを僕は思っています。はい。で、まあ、どのような形であれですね、先ほど申し上げた通りの理由から必ず返品返金の問い合わせっていうのは来るというふうに思ってやった方が、そもそものですねもうストレスもないし、そういう風に来たら全て対応するという風に決めておいた方が、仕組みとしてねいいんではないかなっていう風に僕は考えているということですね。はい。ということでこれがですね僕のやり方であり、解決策なんですけども、いかがでしょうか。はい。他にですね何かやり方、上手なやり方があるよっていう方はですね、やってるやり方があるよっていう風に思ってる方はぜひコメント欄から僕に教えてください。はい。ということで今回は以上にしたいと思います。このチャンネルではです、ね
ですね、中古品の転売に関する情報を発信しておりまして、まあ、メルカリ、ヤフオク、アマゾンですね、そして古物市場、ブランドオークションを使った転売の手法について情報を発信しております。このチャンネル内にはたくさんそういったね解説した動画がありますので、興味がある方はぜひチャンネル登録をしてください。合わせてですね、もっと深掘りした内容を知りたいよっていう方はですね、この動画の詳細欄にですねリンクを貼ってあります。その中からですね飛んでいただいて、有料ノートでですね古物市場攻略法というようなものを販売させていただいておりますので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。ということで今回は以上にしたいと思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。次回もまたお願いします。それではじゃあね、バイバイ。